皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は3月のお気に入りをやっていきたいと思います。それではスタート。はい、ということで今月からお気に入り動画を毎月末にやっていきたいなと思っていて、今月から始めていきたいと思います。まずはじめに美容系から紹介していきます。1つ目はこちらです。エチュードハウスのチェリーモイスチャーリップグローっていうやつで、もうこれはとにかく私は匂いが大好きなのと、ティントとかではないんですけど、すごくスルッとしていて唇も潤うし、何より私は匂いに癒されてこれはすごく使ってました。でこれに合わせて使っていたのが、この間紹介したこの100均のカンコレのリップが割とこんな感じでこの色とマッチするカラーで、レビュー動画でも話したように色がすごく唇に残ってくれて、これを塗って一回ティッシュオフした上からこれを重ねるっていうのをすごくよくしてました。ちなみに今日もそれでリップは作ってるんですけど、すごく発色が良くて、こっちで保湿感を補ってこっちで色持ちって感じで、お互いのいいとこを組み合わせてよく使ってました。このリップ唇荒れませんでしたかっていう質問がすごくあったんですけど、私は結構唇荒れちゃったりもするんですけど、このリップでは荒れることがなかったので、はい、安心して使えるかなとは思います。次はこちらのエチュードハウスのルックアットマイアイジュエルの B の105番のアイシャドウです。こちらは上まぶたのベースカラーとして使ったり、今日もそうなんですけど、ここの涙袋にすごく使えて、肌なじみがすごくいいし、ラメ感も結構強めなので、私はキラキラしたアイシャドウが好きで、これは本当によく使ってました。買いましたって言ってくれる人もいて、はい、そういうコメントすごく嬉しいです。はい、次もアイシャドウです。こちらです。ケイトのスモーキーラウンドアイズの OR1 番っていうカラーになります。なぜか今月はすごくオレンジにハマっていて、このレビュー動画出すの結構前なんですけど、今更すごくハマってしまって、このカラーすごく使ってました。で、ここのオレンジカラーがすごくラメ感が強くてキラキラしているんですけど、それ以外のカラーはそんなにラメは入ってなくて、ちょっとシマー感がプラスされてるぐらいで、その分このエチュードハウスのカラーでそのラメ感を補って、はい、このセットですごくよく使ってました。次はこちらです。ヒロインメイクのボリュームコントロールマスカラです。これもレビュー動画出したんですけど、ブラウンマスカラ普段全然使わなくて、このカラーもすごく薄めなブラウンではなく、こんな感じで焦げ茶寄りのカラーなので、そこまで目がぼやってせずに程よく盛れて、はい、今日もこのカラーを使ってアイメイクは作ってます。今だいぶまつげパーマが落ちてきて、カール力欲しいなって思ってるので、このマスカラはかなりいいと思います。ヒロインメイクっていろんなマスカラあるので、他のマスカラも買ってみようかなって思える商品でした。次はヘア系なんですけど、こちらです。 N.のスタイリングセラムのスタイリング剤になります。私はこれ美容院で買ったんですけど、 Amazon でも買えるし、もう本当に匂いが大好きで、もうヘアセットしたら必ずこれは使うようにしてます。私結構この遅れ毛をくるくるってしてポニーテールにすることが多いんですけど、ここの遅れ毛の感じがちょっと質感が変わって、これを塗ることでかなり、なんだろう、今っぽくしてくれるので、これはすっごくお気に入りです。2000円ぐらいで買えたと思うんですけど、すごくコスパもいいですし、匂いもいいし、パッケージもシンプルで可愛いので、本当にお気に入りで今月よく使ってました。コスメじゃないんですけど、気に入ってすごく食べていたものを紹介します。こちらです。スーパーカップのバナナ&クッキーっていうアイスになります。もう私はもうこれを見つけた瞬間に飛びついて買ったんですけど、チョコバナナが大好きで、家でチョコバナナ作っちゃうぐらい大好きです。で、バナナも好きだし、このクッキーもう本当に大好きで、スーパーカップのアイス、昔マロン味とか抹茶味とかもすごくハマってしまって、もう1日1個どころじゃないぐらい食べていた時もあります。
ハマったらとことんそればっか食べちゃう、すごい偏食人間なんで、コンビニとかスーパーとか見つけたらこれは買って毎日の楽しみにしていたアイスです。はい、そしてもう一つちょっと生活用品なんですけど、こちら、これはニトリで買った急須になります。見た目もシンプルですごく気に入って今月は使ってました。基本的に家ではお茶か水しか飲まなくて、ジュースとかはもうほとんど飲まなくて、お茶を入れて飲んだり紅茶飲んだりとかするので、これはかなり使ってました。そんなに高くもなかったので、こういうなんか急須とか探してる人いたら、これはニトリに売ってておすすめなので、はい、ぜひ。はい、で最後にちょっとおまけなんですけど、こちらのパソコンのカバンもお気に入りに入れたいと思います。これはケイトスペードのものなんですけど、でずっとパソコンのケース欲しいなと思っていて、いろいろ検索して探ってたんですけど、ケイトスペードかジェイコブスのものがいいなと思ってて、この間アウトレットに行ってあるかなって思ってみたら、ちょうど可愛くてサイズもぴったりなものがあったので、これを彼からプレゼントして買ってもらいました。これからもっともっと頑張るためにこれを買ってもらって、すごく気合が入ったので編集頑張っていきたいなと思ってます。はい、ということで今回は3月のお気に入り動画でした。この動画が少しでもいいと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。それではバイバーイ。